こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはカレーうどんです。昨日作ったガツカレーにうどんを入れてガツカレーうどんです。オムレツ、ここには2枚ですね。合計 6個、3枚のオムレツを作ります。これで足らなければ落花生食べたりキャベツ食べたりします。あとグレープフルーツも食べるかもしれませんね。肝心の体重です。何キロになってるかですね。さすがに昨日よりは増えてますね。体重 56.1、 300g 増えてます。体重 56.1、 体脂肪率 14.9、 体重 56.1、 体脂肪率 14.9、 基礎代謝 1288、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 45.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。もう一度、体重 56.1、 体脂肪率 14.9、 基礎代謝1288、内臓脂肪レベル5です。はい、もう一度、サムネイルはカレーうどん、ガツカレーうどん、オムレツ、これに落花生と野菜もしくはグレープフルーツを食べます。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。